日本語ラジオ三百六十五、一五一へ。お相手は夏目でお送りします。みなさん、こんにちは。夏目です。このラジオでは三百六十五日毎日。簡単な日本語で。日本語や生活の話題を。 皆さんに紹介しています。短いので毎日聞いて日本語の勉強に役立ててくださいねさて今日も昨日に引き続き「虎」のつく言葉を皆さんに紹介します今日のいちごは「大虎」という言葉です大きな虎という字を書きますがこの言葉はお酒に酔っ払った人のことを言い中でも特に「 ひどく酔っ払って暴れるような人のことを言いますよく大トラになるという形で使われ、例えば、昔の仲間はいるにはいるが、以前大トラになって暴れてしまった手前、恥ずかしくて顔が出せない。上司から、あの人は飲むと大トラになるから酒は飲ませるなと言われている。というように使われます。 語源は分かりませんが、酔っ払って気が大きくなり、強い虎のように怖いものなしの振る舞いをする、というイメージがある言葉です。さて、どうだったでしょう。皆さんはお酒の席で失敗してしまったことはありますか私はお恥ずかしながら、若い頃はよく失敗をして、周りの人に解放してもらったものです。飲み過ぎると、 周りの人に迷惑をかけてしまうことはもちろんですが、自分の体にも負担になってしまいます。酒は飲んでも飲まれるなという言葉がありますが、お酒を飲むときには肝に銘じておきたいですね。最後まで聞いてくださり、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。良い一日を。またね。